こんにちは、ヘポと申します。皆さん、 AI 好きですか？ミュージックトランスフォーマーを独自に鍛え上げて名曲を生み出してもらうべく、ネクストジェネレーションのパート1から新規一点全2150曲のデータセットで学習を進めています。今回は200エポック学習時点で生成させた楽曲を紹介いたします。一体どんな曲が生成されたのでしょうか？どうぞお聴きください。いかがでしょうか？エリーゼのためにでは元の曲調を残しつつ展開されているように聞こえました。トロイメライは前回に引き続き今回も穏やかな曲調になりましたね。モデルが煮詰まってきて安定してきているんでしょうか？エンターテイナーはなんとなくゲーム音楽のようにも聞こえます。引き続き学習を進めましょう。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。